シアルブラザーズ。うん、サタンの部屋。今日の件はモンストニュース予想をやってくっていうやつで。さあ、というわけで今回も毎週恒例モンストニュース予想をやっていくぜ。で、今回最新情報あるから初めにそれを解説していきたいと思うぜ。で、毎週やっているモンストニュース振り返りは、今回の予想に全く役に立たないから、省かせてもらうぜ。さあ、というわけでやっていこう。本日、アップデが実施されたけども、終了後ね、再び長時間メンテが行われて、なんかもうわけわからん状態になっていましたと。で、そこで、重要なね、内容があるから、それをね、紹介していきたいと思うぜ。さあ、見ていこう。不具合が発生していて、英雄の神殿で、本来使えないワクワクミン EL が誤って使用されてしまう現象が起こっていたと。怖っ怖っ怖っこれ怖すぎだろ、マジで。で、不具合の対応で、一時的に、ワクワクのみ選択画面で、英雄の書を使用する機能を停止したみたい。で、ワクワクのみ選択画面で、ワクワクミンが使用できる機能でチェックを入れても、ワクワクミンが使用されないよう対応したみたい。ね、これ使えないから。で、最後がやばくて、これね、トクエルの園、今やってるけども、この開催を一時中止させていただきます。嘘やろーマジ、いやーマジかと思ってしまうけども、まあそれに関するお詫びもあると思うし、ワクワクミンイエローを使った人は後日補填があるみたい。で、そもそもこのトクエルの園ってワンピースコラボに被らないように開催されていたわけ。でもこれがずれてワンピースコラボ中に開催された場合は、まあ、逆にね、嬉しい展開なのかなと、まあ、不幸中の幸い。まあ、それよりも、まあ、コラボ中来てくれたら嬉しいか、まあ、納得いくお詫びがあったりとか、この開催時期いつなのか、これね、ちゃんと追っていきたいと思うぜ。さあ、というわけでここからはコラボ予想をやっていきたいと思うぜ。明日はとうとうワンピースコラボ詳細発表。いやー、とうとうやってくるんか。8月17日水曜日、いつもと違うから忘れなく、明日、モンストニュースで詳細発表。で、ワンピースの公式で言われている通りに、8月15日までは、ネタバレに関する投稿をやめてねというものがあったんだけども、まあ、今ね、もう解禁されているということで、今回はネタバレを含む予想をやっていきたいと思うぜ。まあ、大丈夫な方のみご視聴よろしくお願いします。さあ、それではね、やっていくんだけども、で、まあ、いつも言ってる通りに、俺が一番大好きな作品は、ジョジョの奇妙な冒険なんだけども、ワンピース、ナルトも大好きで、まあ、この3作品が、もう本当に譲れない、トップレベルの大好き作品で。まあ、遊戯王も好きよ。好きなんだけども、まあ、ワンピースというのが、俺がね、人生で一番最初に読んだ、漫画で、すごい思い出があるわけ。で、自分の将来の夢も決めた作品で、もう1日10回とかね、もう本当にワンピースの、もうあの漫画を模写してるみたいな。もうずっと書いてたわ、懐かしい。さあ、というわけでガチャゲン予想に入っていこう。今回の映画のラストバトルは、共闘が重要な要素となっている。まあ、いつもね、まあ、協力してると思うけども、今回は、ま、ひときわ共闘が、ま、重要な、ま、要素となっていると。で、まあ、そのためというのもあるんだけども、ま、もともとキャラもすげえ多いから、まあ、複数組のものがたくさん出てくる可能性があるということなんだけども、俺、個人的には、ガチャゲンの星5、6は、ちょっと複数やめてほしいかなっていうのがある。まあ、モンストのコラボでも、2段、3段となった場合は、まあ、複数組がね、ガチャゲン出てくるんだけども、まあ、個人的にはやっぱルフィとかシャンクスは、単体で使いたいっていう気持ちがある。まあ、それはよ、ルフィとシャンクスが合体したやつもすげえかっこいいし、使いたいと思うんだけども、やっぱルフィはルフィでやってほしいし、シャンクスはシャンクスしてほしい。ということ、まあ、そういう気持ちがやっぱあるよな。で、しかもよ、ルフィとシャンクスって原作上ね、やっぱなんて言うんだろう、最終的なもうその時期来るまでには合わないようになってるじゃねえか。まあ、映画もうまいことやったよな、マジで。あれ、本当に、共闘してんのに、お互い合ってないっていう、あれをね、うまいことやったと思った。ほんと、どうすんのかなってずっと思ってた。最後の、同時処理って言ったらあれだけども、同時処理って言ったらちょっとモンストになるけども、ね、その歌ワールドと、
本来の世界でやるっていうのは、あれはちょっとね、すごかったと思った。まあ、同時処理って言ったらちょっとモンスト感出てしまうけども、まあ、そういうものがあったじゃねえか。だから、なんか合わせてしまうと、あれなんかあったんかなっていう、その誤解招く場合もあるかもしれないし、まあ、それはないけども、まあ、ちょっと単体で使いたいっていう気持ちがあるよな。合わせた場合も、その分のね、魅力もあると思うけども、やっぱ、そのルフィとかは単体で使いたいと。さあ、というわけで次は、歌はどうなるのか。これがマジで今回のポイント。今回の映画では、歌、ヒロインかつ敵として登場したわけ。これどうなんのマジで、本当、まあ、ガチャゲンなのか、降臨なのか。で、まあ、なんか、まあ、いつものモンストの雰囲気で言うと、その、降臨とかね、超究極だけで終わりそうな感じもあるんだけど、まあ、やっぱりヒロインとしての要素もでかいし、すごいね、歌を売り出してるじゃねえか。だから、歌をね、ガチャゲンとしても使いたいっていう気持ちがすげえある。で、さらに、まあ、歌はね、たくさん楽曲があって、それごとに感情を表しているから、まあ、それでね、いろんな歌の一面を出してほしいっていう気持ちもあるよな。まあ、後で解説するんだけども、まあ、すげえ難しい立ち位置にいる歌。まあ、メリオダスみたいに、まあ、両方いける可能性も全然あると思うから、ね、っていうのもあるし、その、漫画のね、配られる特典の冊子に書いてある通りに、悪者はとっと無事かだけですと、いうふうにあるから、まあ、歌ね、全然ガチャゲンの方も、いいんじゃないこれ。ね。うん、まあ、映画見たらそう思うよね。さあ、そんな感じになってるね。さあ、コラボガチャ予想ということで、まあ、星5をここに上げてみたわ。シャンクス。ね、まず、火属性。いや、使いてえよ、これ、マジで。本当に、覇王色どうやって表現するんだろうな、これ。マジで。うん、最後のブワーっていうシーンがすごい印象深いけども、キザル動画の、うーってなってるシーンね。もあるし、まあ、シャンクスがね、火属性と出ます。まあ、シャンクス火以外考えられない。で、ルフィは光なんじゃないかなと。というのが、まあ、いつも言ってる通りに、俺、アンパンマンコラボ来た場合、多分モンストは、アンパンマンを光属性にするってね、たまに言ってるじゃねえか。まあ、うちはアンパンマン他のソシャゲと違って火属性じゃなくて光属性にするよ。わーっていう、なんかその、ね、他と違う感を出してくる可能性があると。だから、ルフィは、まあ、火にしたいんだけども、まあ、光にしていくんじゃないかなと。まあ、シャンクスがね、まあ、火属性取ってしまってるから、まあ、なんだけども、みんな火属性の可能性あるけど、このメンバーは。まあ、というとこなんだけどね。で、まあ、携帯どうなんだろうな。バウンドマンとかスネークマンとか。まあ、スネークマンなんかな。で、一応、まあ、映画見た人わかると思うんだけど、まあ、俺の友人はみんな気づいてなかったんだけど、最後ね、ギアフィウスなってんのよ。ニカモードっていうのか、あれ出てんだよな、映画で。最後、一瞬。うん、あれは驚いたよな、マジで。で、そこをさすがに再現できないね。だってほら、アニメなってないし、そういうところは、まあ、ないんじゃないかなと、これでやっていくんじゃないかなというふうには思うかな。最後に、歌。これ、私は最強の歌が出てくるんじゃないかなと。で、これ、モンスト結構ありがちで、この、私は最強の歌はすげえ金ピカじゃねえか。でも、モンストって結構金ピカのキャラクター闇にすること結構あるんでな。そういう意味で、まあ全然、まあ私は最強じゃなくて普通の歌でもいいんだけども、なんかまあそういう系のね、もの来るんじゃないかなというふうに思うぜ。まあ歌は楽曲をしっかり活かしてほしい。さあ、で、星45のこの予想が、俺全然できなくて、動画投稿すげえ今遅れてんのよ。なんかちょっとごめん。これ考えると、もう無限の可能性ありすぎて、無理。うん、麦わら海賊団、出してほしいの全部。でも無理やん、絶対にこんな。配布とかで他でもやっていこうということあるんかもしれんけど、もう無限の可能性ありすぎて、モンストの中の人のもう好みだよ、これは本当に。で、ジュース回線コラボのゼロの方式でもいいんじゃないと。でもあれって、そのスターライトミラージュにぶち込んで、本来作る分の、その、ね、そのキャラの絵とか、性能とかが、いつもにないから、あそこ結構ああいう方法で、多分費用とか避けたと思うんだけど、今回はしっかり出してきた場合は、さすがに呪術改正みたいにドドドっていっぱい出す分岐のやつは難しいんじゃないかなというふうに思うな。まあそういうところで、まあこれがあったらまあ激安ということで、まあ予想に一旦入れさせてもらうわ。うん、ちょっと難しいマジ本当に今回の予想は。さあというわけで次は超究極&降臨ということで、超究極はまあとっと無地化しかないでしょ。マジで。で、これちょっと表記すごい悩む。とっと無地化&歌なんか、トットムジカという曲、歌なんか、ちょっと、どうしようか悩んだから、まあ、一応カッコにしてんだけども、まあ、これ闇ね、闇。
で、まあ、報酬としてなんか別の歌が手に入るとかも全然それでもいいし、まあ、なんでもいいかなと。で、まあ、ケセドみたいな感じになってくるのかな。HP 共有して。っていう感じで、あと、まあ、降臨2個ぐらい。まあ、キザルとか、フジトラとか。とは言っても、そんなになんかガツガツ戦ってないのよ、今回。本当に敵は、悪者はトットムジカという通りに、トットムジカしかいない感じなんだよな、今回。うん、なんか最後もフジトラとかね、スーって帰ったしね。覇王色ダーってなって。だから、まあ、降臨あるんかな、2個ぐらいで、今回、期間短い。まあ、短いと言っても、2、3日短いだけだから、まあで、集会系とかって、そこでね、コインを集めて、引き換えで、いろんなコラボキャラクターを大量に運極にできるということをしてくれるんじゃないかなというふうに予想していきたいと思うぜ。さあ、というわけで、その他の予想として、こんな感じでね、個人的にあるんじゃないかなっていうのを挙げていきたいと思うぜ。さあ、まず、守護獣が、サニーくん。サニーくん来るんじゃねえかな。それか、ミニブルーノ。原作で、映画で、ごめん、映画で、結構、なんかミニブルーノの印象強いよな、あれ。なんでなんかミニになったんかな、ずっと思ってたけども、歌の力なんだな、あれは。で、ミニブルーノを来てくれてもいいし、まあ、ベボもね、全然いいのか。まあ、そんな感じで、守護獣。で、スターターパックで、シャンクス&ルフィ、もしかしたら来るんじゃないかなと。まあ、これが全然ガチャゲンの可能性もあるんだけども、どうなんだろうな。まあ、これ、来てもおかしくはないかな。シャンクス&ルフィ。ここで、まあ、映画のね、名シーンをドーンって再現してくれる。まあ、この前のジョニー&ジョータローみたいな感じもあるんじゃないかな。さあ、というわけで次は、配布、赤髪海賊団、音楽家、歌がしっかりといる、赤髪海賊団。まあ、なんかほら、この前のコナンコラボで、アムロさんすげえ激推しあったじゃねえか。それと一緒で、まあ、今回結構シャンクスなんかいろんなところに出てきてるよな。だから、ちょっとシャンクス、宣伝とかね。だから、シャンクスをちょっと押してくる可能性もあるのかなと。で、これも、やってほしいことで言うと、グッジョブで、歌の負け惜しみってやつをやってほしいと思う。これは映画見た人は、うわってね、思うじゃねえか。うわって。それをやってほしいかなというふうに思うので、まあ、今回はマジ予想がほんと難しい。もうマジで、全然外すよ、これは。だから皆さんの予想をぜひ書いてください。というわけで、OK! さあ、というわけで、こっからはワンピースフィルムレッドの、まあ、見どころというか、まあ、個人的感想を話していきたいと思うぜ。で、これ2回目の撮影で、さっき撮影したら30分話してたから、ちょっと動画にできないということで、簡単に話させてもらうぜ。で、まあ、俺今までワンピースの映画は、まあ、ずっと見てきて、まあ、会場で見たのは、映画館で見たのは少ないんだけども、まあ、それでも今回のこの映画は、ぜひもう映画館で見てほしいかなというふうに思うぜ。まあ、本当にね、もう迫力半端ないし、やっぱその映画のね、テーマでいうその歌のライブっていうのが本当ね、もう本当ライブだったから、もうぜひね、会場で見てほしいかなと。というのが、まあ、歌の表情がすげえ豊かで、かつ、楽曲により、その歌のね、感情表現がしっかりされていて、その普通のライブプラスね、なんて言うんだろうか、すごい思うものがあったというのが、今回の、ま、映画のね、中でもすごく印象深かったかなというところと、やっぱり歌とシャンクスの関係もそうだし、ま、ルフィと、歌の関係もそうだし、そこで、ね、すごい見てて、あ、こんなんだったんだってね、思う、そこがすごいかなと。いやー、これがね、本当、ま、歌ってそういう生い立ちだったんかと。で、漫画ね、特典でもらえる漫画に書いてあるんだけど、ま、歌の生い立ちってすごい、ま、壮絶というか、結構、ま、悲しいなと思ってしまうし、ま、シャンクスもそうよ。で、このね、二人の親子の、まあ、シャンクスの親の顔というか、まあ、結構ね、不器用さも出てくるところがあって、で、やっぱそのエレジアでの出来事ね、まあ、あれが本当に正解だったんかっていうのをすごい見てて結構思ってしまうよな。まあ、あれがま、最善なんかもしれんけども、まあ、ほんとね、歌、そういうとこあってね、その二人の関係性も見どころだし、まあ、ルフィと歌ね、そんなことあったんかよと、俺らが見てきた風車村でそんなことがあったんかよというふうに、まあ、思ってしまう。ね、そういう、まあ、歌とルフィの、関係性とかね、そこも、まあ、見どころだったかなというところで、まあ、次に最後の共闘に入るんだけど、その、最後ね、敵を同時処理、まあ、同時に倒さなきゃいけないから、歌ワールドと現実世界で、まあ、同時にね、攻撃していくんだけど、そこで、ウソップとヤソップが、二人ね、絆、親子の絆で、通じ合うところが、すげえ良かったかなと。で、最後にその、もう、シャンクスとルフィ、これ二人ね、決して出会わないんだけど、共闘して、
もう通じ合って、ね、もう敵を倒すという、そこがね、あ、こうやって今回再現したんかと、再現というか、共闘を再現したんかっていうのが、あー、すげえと思いながら、まあ見ましたね、本当に。すごい良かったかなと。で、やっぱり最後のシャンクスの覇気でビビって帰る海軍、ここが、あ、シャンクスマジやべえなと思わせる。まあそういう映画だったね。まあ、親としてのシャンクスと、その海賊、赤髪海賊団大頭としてのシャンクス、ここが、まあすげえ、シャンクスやべえなと思わせる。まあ、映画になってるというわけで、最後にまあ個人的面白かったシーンを挙げていきたいと思うぜ。これがね、会場で俺が吹き出しそうになったシーンを今からまとめたから、それを解説していくわ。まず、五老星が歌のライブを真剣に見てるシーンがあって、俺、これ、ファンなんと思って。これが、まあ、ね、そのある事情でね、見なきゃいけなかったってところで、まあ仕事で見ていたというところだったんだけど、あれがね、一瞬すげえ面白かったなと。で、その五老星の前で、ルッチがでんでん虫を切ろうとするシーンがあるのね、あれ、切れませんって言って、このシーンが、ルッチ？って、これがすげえ面白かって、みたいな、なんか、そういう間があったね、あそこは。で、次、シャンクスが真顔で殴られるシーン。シャンクスがすごいいい顔というか、まあ、真剣な表情で真顔でね、なんか、出てくるんだけど、そこで、ブン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 って、誰かに殴られてんの。でも、ノーリアクションで、しっかり前みたいな。それがちょっと面白く、すごいいいシーンなのに、殴られてんの。それがもう面白くて、ちょっと危ないと思って。その次に、キサルとベックマンが、またなんか頂上決戦の時のやりとりやるみたいな、キザル、ベックマンと仲良しじゃねっていう。おっとっと、ベン・ベックマンみたいなあのシーンがなんかあんのよね。またやってるわと思って。で、その後、ベックマンが急にバーンって顔殴られてる、誰かに、シャンクスみたいに。そこがもうちょっとそこで自分、ガッてやっちゃったんだよ、マジで。我慢してたものが吹き出たということで、まあ、そういうね、見どころもあるから、今まだ見てない方は見てね、ああ、このシーンか、あいつが笑おうと思った、あいつがね、受けたシーンだというのがあるかもしれないから、次だけで、OK。というわけで、まだ見てない方は、あ、このシーンかと思いつつ、まあ、また見た方は、2度目、3度目、あ、こういうシーンを言ってたのかっていうのを見てくれたらいいと思うぜ。OK。それでは、重心加速入っていこう。今回の重心化はこいつだ。